ちは、こんばんは。マイクラリレー2021赤髪インクラフトの番になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回のマイクラリレーのテーマはアップデートということで、赤髪インクラフトではみんなのマイクラ知識のアップデートをやっていこうと思います。はいはい、完璧やろ多分みんなも。自信ある？何年やってると思ってるんですか？アップデートの先の先まで見越してますよ。あんな技やこんな技紹介していくので、見てる皆さんも知らない知識があったらぜひ真似してみてください。初見の皆さんはぜひチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではやっていきましょう。はい、はい、はい。まずはねこちらです。じゃかじゃ、ねえ、邪魔ー。邪魔じゃあ、え、誰か仕掛けた今。違う。始まる瞬間に落ちましたね、上から。あ、ここから。これは知ってますよ、俺、さすがに。いや、これじゃねえ、これ。これは違う。まず、最初の豆知識になります。開ける夏の、これ、首の本当ダメ、それ、なしで。大事の世界だな。いや、チェストはね、皆さん今回開けずにお願いします。チェストは開けないでください。あの、頭では分かってるけども指が動いちゃうんですよ、ね、お願いします。チェスト見るともう、最初の小技はこちらになります、うん、この柵、はい、で、まあここに豚ちゃんの卵があるんですけど、うん、この豚ちゃん、うん、この豚ちゃんをロープも鞍も人参も使わずにここに入れる方法、みんなよくやるでしょ。捕まえるとき体で押すでしょ、うん、お尻を押す、うんうん、そう、それでももっと早い方法があるんだ。へえ、こうやって入る。嘘嘘、やめて。入るよ。あー入った。結構早かった。実はね、この豚ちゃんをね、かわいそうだけど火をつけます。火をつけて中に水源をやっとくと、火を消そうとして自分で勝手に入ってくれるわけ、はい、いくよ。こうやってやって入らないで、ここで火をつける。うわー、そうするとほら自分で入ってくるの。で、こうやってこうですよ、ほらね。ほんとだ。こういうことなわけ。見せたかったのはこれ。はい、まず1個技紹介した。これは真似されちゃうな、みんなにアップデートされちゃうな。はぁ、あ、はぁ、あ、から疲れとる。じゃあ次行きます。はい、続いてこちらは僕が遊んでたら見つけたから見るなっつってる。なんどうした。どうした、病気か。指がうずいちゃうんすよね、クミさんね。ええー、すごい。見たらね、もうちゃダメだって言ってくるよ。クリックしちゃうんすよね。本当に粉雪ですね、新しく追加されたやつ、はい、粉雪と言ったらトモさんが歌わないと。歌わんのかい。これは遊んでる途中に見つけたんだけど、火つけて燃えてる状態でこれに突っ込むと粉雪がね、なくなった。へぇ、こう火つけるんで突っ込んでって、これで燃えて、 あれほら、なくなんのよ、ほら。本当だ。これたまたま俺が見つけたんだけど、なんか面白かったから紹介しようと思って。へー、思ったのはネザーにこれが置ければ火消せんのかなって思って、粉雪をネザーに持っていけるかどうかね、ちょっと試してみますか。はい、ネザーにやってきました。サバイバルにして消してみる。いくよ。あ、置けるわサバイバルでも。だからサバイバルでこうやってやって、俺はい燃えたってなった時にジュッてこう簡単に火が消せる技になるわけだ。いいね、これはいいかも。続いてこちらになります。じゃじゃん、はい、こちらですね、はい、まあ、この金床からの、はい、これはまあ有名なんですけども、うん、はい、羊いますね、はい、羊にここはねジェブって名前をつけるんだけど、ジェブって名前を羊につけるとじゃん、うん、知らんかったよ。狩るとね、あのレインボーの、 あの羊毛が手に入ると思いきや、これはね、あの元の黒色の羊毛が手に入ります。ジェブだけ名前。名前はジェブだけで、これがね名札の技で結構あって、ディナーボーンって名前つけるとこれじゃん、ひっくり返ります。すごい。そうな、全然知らんのよけど。そう、ひっくり返るんですよこれ。
全然知らない。そのなんか食べられちゃってるっていう意味は、ディナーのボーン。ああ、吊るされとる。吊るされてるっていうイメージなの。あ、これはね、ちゃんと意味があってね。ちなみに、あの、どのモブンでもひっくり返ります、これ。ディナーボーン。何でも、うん。トモさんにディナーボーンっていう名前つけてみたい。俺はモブじゃないけどね。主人公だけどね。かっこいい。こうなります。かっこいいかこれ。かっこいいのかなこれ。なんか戦車みたいじゃない。クリーパーもディナーボーンって名前つけるとひっくり返ります。へ、ほんとだ。これ言われんで、なんか普通の世界でやってほしかったな、ドッキリで。なんかバグってないっつって。そういうこと。ディナーボーンっていうのはね、開発者さんの一人の、うちの一人のお名前。へー、ディナーボーンさん。この人のね、ツイッターがちょっと面白いんだけど、どうなってると思う？反対向き？正解。ひっくり返ってます、この人のツイッター。シャレが効いてるよね。コウモリも？コウモリもなるよ。ほんとだ。コウモリこれぶら下がってる時に普通の正面向いてちょっと立ってんのかなと思って。逆に。それ頭埋まる感じかな。あー、そっか、そういう可能性も。あ、来た。お、あー、あ、ほんとだ。なるほどね。あー、そういうことね。これもひっくり返るんだ。なんだかややこしいですね。裏の裏の表みたいな。裏の裏は結局どっちっていう。ややこしいな、これ。確かに。ということで、ここでマイクラなぞなぞです。このディナーボーンを使うとひっくり返るんですけれども、マイクラに出てくる動物の中でひっくり返すと一番軽くなる動物は何でしょうか？軽くなる動物。軽くなる動物。はい、僕は分かりましたよ。分かった？おマジ、はい、これは公式の謎謎なんですか？僕がさっき思いつきました。あーってことは予算クオリティで考えれば分かりましたね。俺も全然分からんな。分かんない。鳥ちゃん正解。あー、やっぱりな。バッテさん正解。早いね。そんなやったら雲の木もこう煙っぽい。いや、軽いだろ。イルカが一番しっくりくるだろ。待って、このクイズ必要でした。マイクラリレー関係ない。動画見たらバッサリ切らされたり。冷静に編集したら切るかもしれないな、これは。エボーカーさんをここに出します。この状態で染料で羊を青くするとどうなるでしょうか？エボーカーが震え上がる。青くなったらエボーカーが赤くなる。リトマス試験紙対抗して。負けじと。負けじと赤くなるか正解。俺も止まるぞ。そういうこと。じゃあ正解発表しますよ。よーく羊を見ててくださいね。はい、じゃあ行きます。青くします。ポン。すると魔法かけて赤くします。惜しい。バースデーさん惜しい。これね、なんかね、エボーカーはね、青い色が嫌いらしい。青絶対許さないマンなんだって。あ、アイクさん天敵やん。確かに。天敵やん。赤くされる。続いてはこちらになります。タタタタタタ。これはね、チェストの中身見てみて。これダイヤモンドが入っております。おう、うん、入ってますね。あれ、消えた。取るなって。胸についてんだろ、ダイヤは。これをこうして火つけたら、つけたら大事なダイヤがこうなっちゃいますよね。うんうんうん。これをね、守る方法があります。まあ、水を使うんですけど、シフトをしながらこのチェストに向かって水をまくと、うん、このチェストの周りがね、水で膜が張られるんだ。この状態だと隣に TNT 爆発しても壊れない。クリパーが来ても守られるらしい、これ。これはすぐ実践できそうな感じの、簡単にできるやつですね。なんか、うん、ただね、これ厄介でね、この水源一生懸命潰そうとしてみて。あ、潰れんと潰れない。これね、守れるんだけど水源がチェストになるからね。わー、もうずっと出っ放さない。そう、ずっと水出る。こうやったらほら、わー、やばいね。めんどくさいね。そう、空バケツないといけない。空バケツで、ここを端っこを右クリックすれば水は取れるんだけど、うん、なるほどね。こういう技もあります。これは本当に、あの、
完全に対クリーパー用になる、これで使いますね、これ、これはいい技だと思う。では次へ行きます。次が最後の小技、クリーパーさんを出します。クリーパーさん、はい、これね、ちょっと僕は今日ちょっといろいろ調べたんだけど感動しました。ちょっとみんな離れてください、クリーパーから。クリーパーに向かって今俺が持ってるのは力のスプラッシュポーション、うん、これをクリーパーさんに、本投げます。はい、あ、はい、あ、俺もかかっちゃった、牛乳飲む。で、この効果が継続されてる時にクリーパーを吹っ飛ばします。うん、おほい、強力な、すると残留ポーションになるの。行ってみて、ほら全員攻撃力上がってるっしょ、ポーションの効果。上がりました。これ面白いよね。これさ、ちなみにさ、クリーパーってどういう状況を経てできたか知ってる？なんかバグやろ。そう、バグではないんだけど、そのプログラマーさんがね、豚を作ろうとして間違えて作っちゃったのがクリーパーなんだって。豚？どうやったらこんなの？あのよく見るとさ、足がさ、この2本足じゃなくてこれ4本足なんだよね。4本足だもんね。そこがちょっと豚の名残。胴体があれなのかな？胴体の向き間違えちゃったのかな？そう。蹴った場所を間違ったっちゃう。あ、胴体の向き間違ったっちゃうね。そのプログラマーさん的には、胴の長さと幅を逆に入力しちゃったんだって。あー、やばいね。そういうことか。向きというか、数値が逆になっちゃった。そうそう。だから本当は横長になって4本足？なんだけど縦長の4本足になっちゃった。だからちょっと気持ち悪いけどもうこのままやっちゃえって言ってクリーパーが生まれたそうです。で発展系いきますよ。力のスプラッシュポーション、俊敏、跳躍、大丈夫、耐火、大丈夫、透明で、これで火つけると、あー、これで火つけるといけ、え、なんか色が、色がこれね、すごー、全部かかります、複合されるの。そういうことがやっぱ、なんか調べてみると全然知らないことが多くて面白かった。知らん、全部知らんかったな、ね、というわけで皆さんの知識アップデートできましたでしょうか。できました、完璧。はい、ありがとうございます。赤紙クラフトの出番はここで終わりで、続いてのマイクラリレーは東海オンエアの哲也さんにバトンを渡したいと思います。おお、なんかちょっと嬉しいね、ここから哲也さんにバトンが渡るっていうの。哲也さん、嬉しいな。哲也さん、そしてそして、まだまだチャンネル登録お済みでない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では終わります。バイバーイ。バイバーイ。